エアーミッキーさん、スパチャありがとうございます。去年で言ったらブルブラとかゲイリー・ペイトンぐらいの選手になれるといいですよね。あ、いや、あのね、これちょっと言いたいことがあって、今の渡辺って、じゃあ実際問題誰ぐらいなのっていうのちょっと気にならん？すげえすげえ言われてるけど、じゃあ他の選手で例えたらどこ、誰ぐらいの立ち位置なのみたいなのって、多分気になる人もいるんかなと思うんだけど、俺ね、一人当てはまる人がいるんよ。この人だわっていう。要はクリエイターじゃなくてフィニッシャーっていう立ち位置で、まあ 3&D 気質で、で、なおかつ出場時間も、まあ、渡辺平均15分ぐらいなんだけど、まあその12分から17分ぐらいの間の選手で得点力とかスリーポイントの力とかね、その辺もろもろこう加味した結果、俺一人いるんよね。あ、この人だわっていう。ケビン・ラブはちょっと、俺、渡辺裕太すげえ好きだけど、ちょっとさすがにケビン・ラブを押させて、それは。さすがにラブさんの方が上ですよ。まあ、完全な俺の中ね、みんなの中の渡辺に似てる選手と同じぐらいの選手っていうのは、まあ、違うかもしれないけど、あくまで俺の中の正解は、バトゥームです。今シーズンで言ったら、マジでバトゥームが一番近いかなって思いますね。まず、役割自体もさ、お互い 3&D 気質でクリエイターではないよね。で、どっちかっていうと今、ベンチ起用、されてる選手。バトゥームも今、スタメンじゃなくてベンチから、出ることが多いと。で、ミニッツもすごい似てて、バトゥームは平均17分。で、渡辺が平均15分。2分しか違いがないよね。だし、まあ、渡辺は、今ようやくこう信頼を勝ち得たところだから、これから多分ミニッツも増えるだろうし、本当バテームぐらいのミニッツには全然なると思うのよ。で、フィールドゴールの本数もバテームが3本、渡辺が2.9本、まあ、0.12本しか変わらない。平均得点バテーム4.4点で、渡辺も平均得点が4.4点、一緒です、全く。で、スリーポイントアテンプトもバテームが2本、渡辺が1.7本。ここも0.3本しか変わらないし、まあミニッツがね、残り2分増えれば、渡辺は多分2本ぐらい打つ計算になるから、ここもマジでほぼほぼ変わらんと。まあ若干バティウムの方がアシストが多かったりとか、まあその分ターンオーバーが多かったりみたいな。まあバティウムの方が若干役割がちょっと多いかなっていう感じにはなってるけど、まあ、本当ね、9割被っててもおかしくないね。で、今、バティウムと、一番立場が似てるって話してるけど、じゃあ、どっちの方が上なのかっていう話ね。あくまでスタッツだけで話すけど、フィールドゴールパーセンテージ、バティウム50%。で、渡辺は60%。渡辺は上です。10%。これで、スリーポイントパーセンテージ、バティウムが2本打って35%。で、渡辺は1.7本打って58%あります。もうダントツに今、渡辺の方がシュートタッチはいいと。で、まあ、フリースローはバティームの方がもらえてるから、まあ、ここはバティームに分があるかなっていう感じはするけど、かな。まあ、ディフェンススタッツも、まあ、バティームの方が、いろいろと良かったりもするんだけど、ただ渡辺はね、スタッツに残らないようなディフェンスもしっかりやってくれるっていうのはみんなもう分かってると思うから、この辺はあんま数字で判断できないところかなっていうふうにも思うし、まあ、プラスマイナスで見たらね、バティームマイナス8.1に対して渡辺はね、マイナス1.9という感じで、まあ本当スタッツだけで判断しても、立場がバティームと似てるっていうだけじゃなくて、なんならバティームよりも バティームよりも上っていう。バティームもさ、いわゆるスモールボールとしてクリッパーズでさ、たまに5番やったりするじゃん。基本4番で、たまに5番ズバッチが、まあ、怪我とか、まあ、体力温存のために、まあ、バティウムが5番みたいな、まあ、コビントもいなかったね。で、今、渡辺も、なんかね、こう最近になって、クラクストンをベンチに下げて、渡辺を5番にするみたいな、そういうシステムもこう考えつつあったのね、スティーブ・ナッシュは。ペイサーズ戦もそうだったけど、まあ、ナッシュがいなくなって、の最初の試合のシカゴブルーズ戦もクラクストンがベンチに下がって代わりに、渡辺が5番になるみたいな。で、渡辺がスクリーナーになってデッドローに立ってとか、それもいわゆるバティムがやってる
スモールボール時の、5番起用と全く似たような、うん、感じになってるから、いや本当にマジでね、結構本気で今バトゥームに一番近い存在が渡辺雄太なんかなって個人的には思いますね。終わります。お疲れ様でした。テレレ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